三重県四日市市で農業に従事する市川弘樹さん。27歳で就農して今年で8年目。旅行会社に就職しまして、ベトナムの方で現地の駐在員ということでお客さんの案内をしたり、日本からかかってくる電話の対応ということをしてました、ね、しかし現地の生活に馴染めなかったこともあり、旅行会社を退職し帰国した市川さんは農業法人の求人を探しました。牛を飼っていたり、お米や麦、野菜もやってるよっていう、そういういろんなことを多角経営されている農業法人さんに就職したと。農業を選んだのは先のことを考えてのこと。農業されている方が割と高齢化していると。20年30年経ってきた時に、仕事としては競合が少ない中でやれるんじゃないかなと。将来の独立を考え、いなべ市の農業法人へ就職した市川さん。基本的には牛屋さんですので、肉牛のお世話、餌やりをしたりとか、夏はお米の作業で、冬は、麦とか大豆の作業をしてましたね。農業法人に4年半勤める中、独立に向けて準備も始めます。最後の1年ぐらいはですね、市役所さんと相談させてもらったり、県の普及所さんと相談させてもらう中で計画を立てていって。独立就農に向けての畑探しは四日市郊外の自宅周辺で土地を探します。あの子の孫なら、あの子の子供なら、いいんじゃないかということで、話は進みやすかったのかなというふうに思います。一番最初はですね、ナスをまさしくこの場所でやってたんですけれども、露地のナスと冬はブロッコリーということでやってましたね。新規就農して10品目は作った市川さん。今は人参が一番いいかなということで人参をやっているのと、バジルを農協さんから紹介させていただきましたので、バジルを作ってます。収穫した作物の納入先は紹介の他にも、いろいろ電話をかけさせてもらって実際物持ってったりだとか、全く何もない状態でもこれをこう作るつもりなので購入してもらえませんかということもありましたね。一見順調に見えますが、大変なこともあったといいます。特にナスやってた頃は台風が来たら全滅なん で回復するまでに1週間2週間かかったりだとかいうことがあるので、もう傷物ばっかり出て、もう収穫しとってもしんどいよというような状態になったりだとか、ヒヨドリが食べに来るとか、ボロボロ葉っぱがボロボロになっちゃうとか、いろんなことありましたね。そんな状況を改善するためアドバイスを聞き、新規就農2年目の冬にビニールハウスを建てました。しかしビニールハウスでも被害に遭ったといいます。ビニールハウスは建てた1年目にものすごい大きい台風が来まして、上がめくれ上がってバッサバッサなるようなことがありましたね。それ以降はその対策しっかりしてますので、めくれ上がるということはないです。そんな中、市川さんにホーリーバジルを生産しないかと相談が持ちかけられます。農協さんから紹介いただきまして、当時ナスちょっと微妙だなと思ってた時期でしたので、お受けさせていただいたと。今まで30品目以上の野菜を作ってきた市川さんですが、ホーリーバジルは初めて。不安はありましたけれども、あくまで、冬の人参がメインですよと、ちょっとおまけというかサブの位置づけでバジルの方はやらさせてもらいますけどいいですかっていうところで入っていますので、影響のない範囲で始めたという感じですね。ホーリーバジルにも挑戦した市川さん。登録者5万2千を超える三重アグリファームという YouTube チャンネルを運営しています。将来的にその自分の直売所を持って販売をしていったりだとか、もしかしたらネット通販もするかもしれないよって中で、あらかじめ自分を知って多くの方に知ってもらっておいた方が、まだ何かできる、すぐに何かできるわけではないんだけれども、将来的に何か役立つんじゃないかなということで、なんとなく始めたって感じですね。そう語る市川さんにはある目標が。野菜農家としては、今後ももっと品質のいいものを安定的にたくさん作っていきたいなと
というのはありますし、まあ、その中で自前の直売所を持ちたいなと、加工品もやりたいなと、イベントとかもいろいろやりたいなというのがあるので、もうちょっと地盤が固まってきたらいろいろ展開はしていきたいなと思っています。